ハンガリー国鉄 V43 型電気機関車は、ハンガリー国鉄と JL ショプロンエーベンフルト鉄道が運用中の電気機関車である。1960年代初頭に 50C、S グループにより設計、試作された。その後、ガンツは改良を行い、量産された。1963年から1982年にかけて計379両が製造され、 V40 型、V60 型、424型を置き換えた。相性は各番台でそれぞれ異なっており、1000番台はシーリー、2000番台はパッパガイ、3000番台はサーモスである。試作車は交流 16KV 電化の区間でも走行可能である。また、量産車は車体構造の違いにより試作車と比較して2トン重くなっている。 ジェール・ショプロン・エベンフルト鉄道は14両の V43 型を所有している。一部車両は同社のオーストリア路線で運用するため、PZBI60R の保安装置に対応している。1999年以降、前半と後半に分けて車両の更新が行われた。前半は2000番台の更新を行い、BDT400 系の連結運用に、 対応するためのデジタル制御システムが装備された。また、バネも新品に交換された。後半は2007年から2008年にかけて3000番台の更新を行い、ドイツ鉄道から購入した制御客車の連結運用に対応するための ZWS 制御システムが装備された。ハンガリー国鉄ではボンバルディアトランスポーテーションからトラックスを導入し、 v 43型を順次置き換えている。その間、一部車両はユーラフィマの要求に従うために最小限の更新が行われており、v 43型の約半分はパンタグラフが交換された。2011年半ば以降、ハンガリー国鉄は新たな UIC 規格に合わせて形式名が変更され、1000番台は431系。 2000番台は4 3 2系、3000番台は433型となった。http://www.railfaneurope.net スラッシュリストスラッシュハンガリースラッシュハンガリーマブ、LOC HTML 鉄道路線で交流 25KV 50Hz 電化を使用することを促進するためのヨーロッパのコンソーシアム。 このコンソーシアムは、シーメンス、アルストム、アイグ、エリコン機械工場、ブラウン・ボベリ、その他7つの中小企業から構成されていた。ありがとうございます。